羽鳥家の家族写真、後列右が順次後列右が名羽鳥順次は日本の牧師、神学校の教師、羽鳥明は実刑。1926年に小学校教師を父として群馬県に生まれる。第二高等学校を経て東京帝国大学理学部科薬学科に入学、在学中に終戦を迎える。大学卒業後に、 日本交換に入社するも、共産党員になり、オルグ活動をしたことによって、解雇される。その後、土方や行商をしながら、革命家として活動して、革命運動の指導者になる。1954年に、4年間の米国留学を終えて帰国した兄、ハト明に誘われて復活祭の礼拝に出席し、安藤・キ一の説教を聞いて、キリスト教に入信した。後に、 検診して神学校に入り、1954年に塚川に開校した中央日本聖書学塾で塾長安藤貴一の下で訓練を受ける。卒業後、太平洋放送協会に入社し、後には創始配人になりはと明と共に文書伝道に携わる。太平洋放送協会に属したままに、昇平されて1965年まで、 キリスト教朝顔協会の牧師をする。1974年、ハトリアキラと共に日本代表としてローザンヌ製約に署名をする。その後、愛知県名古屋市の日本福音、キリスト教会連合、自由が丘キリスト教会牧師を長年務め、後に名誉牧師になる。東海聖書神学塾の塾長を務める。ありがとうございます。